皆さん、おはよう。こんにちは、こんばんは。这一次要上课本伊罗托里的第五课第四小节，要上什么呢はは？我不常吃早餐的意思。这一小节的 g o 是能够询问对方，以及能够回答早餐要吃什么。 那就学習相关的詞语。请看着途聆听录音。朝ごはん。A ごは<飯>ん。B パン。C 卵。D ヨーグルト。E シリアル。 f 果物 g サラダ h 味噌汁 i スープ j 牛乳 k トマトジュース l オレンジジュース M. リンゴジュース。確認単詞的意思。これは中国語でなんですかはい、白飯です。吃飯的飯也是ご飯哦。これは中国語でなんですかはい、麺包です。 これは中国語で何ですかはい、だんです。これは中国語で何ですかはい、ヨーグです。これは中国語で何ですかはい、マイぴょんです。これは中国語で何ですかはい。 水果です。これは中国語で何ですかはい、沙羅です。これは中国語で何ですかはい、味噌湯です。これは中国語で何ですかはい、湯です。 これは中国語で何ですかはい、鮮来です。これは中国語で何ですかはい、番茄、はい、汁です。これは中国語で何ですかはい、流橙汁です。これは中国語で何ですかはい、 ちです。ティンジャロイン、跟着说ごん。A ご飯 B パン。C たまご。D ヨーグルト。E シリアル。 f 果物 g サラダ h 味噌汁 i スープ j 牛乳 k トマトジュース l オレンジジュース M. リンゴジュース。请听着录音、从 A 到 M, 選出该詞语。1>, 1。1> 朝ごはんはパンです。2>, 2。朝ごはんはご飯と味噌汁です。3。朝ごはんはシリアルと果物です。 4朝ごはんはサラダとヨーグルトです。5朝ごはんは牛乳を飲みます。6朝ごはんはパンと卵です。スープを飲みます。じゃあ会話を聞いてください。ステイシーさん 阿米拉桑、马库桑、马自达桑，四位午饭时一起谈话。首先不要看绘画内容，只聆听绘画录音。四位在早餐吃了什么，喝了什么呢？请在上面填写。如果没有讲述吃,吃喝的东西，请填写一横。朝ごはん。 いつも何食べますかステイシーさんは私はシリアルを食べます。果物も食べます。へえ、アミラさんはえーっと、私はパンと卵とヨーグルトをよく食べます。マークさんはああ、私は朝ごはんはあまり食べません。牛乳を飲みます。松田さんは 私も食べないです。水を飲みます。えぇ、ー、ステイシーさんはいつも何を食べますかシリアルと果物を食べます。ステイシーさんはいつも何を飲みますかはい、そうです。わかりません。 アミラさんはいつも何を食べますかパンと卵とヨーグルトを食べます。アミラさんはいつも何を飲みますかはい、そうです。わかりません。マークさんはいつも何を食べますかはい、そうです。食べません。マークさんはいつも何を飲みますか はい、そうです。牛乳を飲みます。松田さんはいつも何を食べますかはい、そうです。食べません。松田さんはいつも何を飲みますかはい、そうです。水を飲みます。一遍看繪畫内容、一遍聽繪畫录音。 朝ごはん、いつも何食べますかステイシーさんは私はシリアルを食べます。果物も食べます。へえ、アミラさんはえっと、私はパンと卵とヨーグルトをよく食べます。マークさんはああ、私は朝ごはんはあまり食べません。牛乳を飲みます。松田さんは 私も食べないです。水を飲みます。えぇ、ー、听得如何呢接下来学习詞语。朝ごはん、早餐。いつも、通常、总是。よく、常常。あまり、不太。 へえー、下、表示吃筋。那も、确認剧行吧。朝ごはん、いつも、何、食べますか私は、シリアルを食べます。牛乳を飲みます。 私は朝ごはんはあまり食べません。私も食べないです。讲述吃的东西和喝的饮品时，使用什么助词呢？没错，使用 or。动词的目的语用助词 or 表示。 在询问时，很多时候会省略表示目的语的“哦”。例如上面句子，“一字母哪里有食べますか？”将“哪里哦”的“哦”省略掉。讲不吃的时候是怎样子说呢？将“ m ます”转为“ m ません”。 就变成否定句子。タベマサン是タベマス的否定形。在否定句子像アサゴ喊哇般，表示目的语的助词哦很多时候会转为哇。动词的否定句子有两种讲法。マサン喊。 nights，在这入门课本内，因为将 must 变成 mustn't 教易学习，所以使用 mustn't 形态。不过实际的绘画常常使用 n i d h t s 所以尽量记好它，当听到时都可以明白。 朝ごはん、いつも何食べますか私はパンと卵とヨーグルトをよく食べます。朝ごはんはあまり食べません。讲述频率でしょ、使用什么詞语な 没错，いつも时长通常、よく常常和あまり不太使用这一些副词。这一些副词放在动词前面，位置放在目的语名词的前面或者后面都没有问题。 あまり、与否定句子一起使用、表示頻率不太高。じゃあ、会話を練習しましょう。谈論早餐吃什么。朝ごはん、いつも何食べますかパンと卵を食べます。牛乳を飲みます。シリアルをよく食べます。 朝ごはんはあまり食べません。朝ごはん、いつも何食べますかパンと卵を食べます。牛乳を飲みます。シリアルをよく食べます。朝ごはんはあまり食べません。 那就和我はんを練習ば。ちん回答問題よ。朝ごはん、何を食べますかそうですか。接下来、ち你に、問我問題。はい、何ですかパンを食べます。それから、牛乳を飲みます。 好厉害，你讲的很好哎。这一小节的 “go” 是能够询问对方，以及能够回答早餐要吃什么。你觉得做的如何呢？一颗星还是很难的，两颗星做到了，三颗星做的很好，请告诉我一下。好，那就继续下一小节哦。 如果你喜欢这支影片，请帮忙订阅、点赞、分享，并开启小铃铛。谢谢大家，下次见。